ぞ。はい、どうも、しおみんでございます。今どこ来てるかと言いますと、広島市内でございます。はい、後ろに見えているのがですね、折り紙タワーというビルでございます。ちょっとね、まずはじめね、あっちに行ってみたいと思っております。その後ね、広島の本通り商店街の方をちょっとね、ぶらりと歩いていこうと思っております。それでは行ってまいります。はい、楽しいですけど、このね、途中のね、滑らないところがあってね、そこを漕がなくちゃいけないのがね、ちょっと大変ですね。はい、はい、折り鶴タワー、なかなか面白かったですね。はい、はい、ということで本通り商店街の端にやってまいりました。なんか一人整えてるサウナ、ここがね、穴子虫、割とね、道幅が広めの商店街ですね。マナー見ていきましょう。はい、
じゃあどんどん行きましょう。この前のね、尼崎ね、開業してましたけど、そんな雰囲気の店は少なくていいですね。降りましょう。これは写真やねんかな。はい、ここがね、一応ね、一番端やと思っております。ということで、ちょっとね、南に下ってですね、汁なし担々麺キングさんというところにちょっと向かいたいと思っております。はい、一本裏通りでございます。ありましたー、汁なし、汁なし担々麺キングさん。はい、辛いけど美味しかったでございます。はい、来られる方はね、ぜひね、ご飯も頼むといいと思います。僕も追加で頼んでしまいました。はい、ではね、とりあえず本通りに戻ってね、パンを買いに行きたいと思います。はい、ということでですね、折り鶴タワーとですね、広島本通り商店街のね、動画でございました。
あのね、シオミンが気がついていないね、こんなとこね、本当は行った方がええんちゃうかとかですね、ここ面白いよとかですね、もしあったらまた教えてください、その情報はね、コメント欄とかに書いていただければ嬉しいでございます。はい、そうしましたらね、この動画が良かったと思う人はグッドボタン、およびね、チャンネル登録もよろしくお願いします。はい、それではね、違う動画でもまたお会いしましょう。しおみんでした。さようなら。